俳優の藤原竜也が中村光氏のギャグ漫画「せお兄さん講談社モーニング2」連載中を実写映画化した「せお兄さんザ・ムービー・ホーリーメン VS 悪魔軍団」12月20日公開に打天使ルシファー役で出演していることが明らかになった。福田雄一監督の作品は初出演、シュールな空気感の中自由に楽しくお芝居させていただきましたという藤原のコメントとともに、ピヨンとしたヘアスタイルに注目の闇落ちビジュアル&メイキング映像が解禁となった。神の子イエスと仏の悟りを開いたブッダが東京立川の風呂なし6畳一軒アパートで二人暮らしをしながら都会でバカンスを満喫している日常を描く、そんな大胆で斬新な描写で人気を博している原作漫画をイエス役に松山健一、ブッダ役に染谷翔太を起用して実写映画化。